みちゃんは今日も元気ね。うん、家を出て行かなくてよくなったしね。嬉しいし楽しいよ。引っ越さなくて済んだのは良かったけど、あいつと一緒に暮らすことになっちゃって心配だわ。おっぱい見られちゃったしね。それはあみちゃんもでしょ。そういうことじゃない。大岡さんははやっちのこと嫌いなの？嫌いというか、おばあちゃんのことほったらかしにしてたのに、いきなり帰ってきて偉そうにしてるのがムカつくだけよ。でも、はやっちも悪い人ってわけじゃなさそうだけどね。まあ、ファミリアを継ぐって決めてくれたわけだしね。でも本当に大丈夫なのかしら。私たちもいるから大丈夫だよ。単純だな。でも、それもそうね。私たちがおばあちゃんのお店を守るんだから。それでは次回第2話、おばあ